皆さんこんにちは、今日はオンライン伝道会の第16回目なんですが、ちょっと番外編、ズバリ十字架と復活についてお話をさせていただきます。聖教会の十字架感、復活感、それを西方教会の考え方と対比させながら明らかにしていきたいと思います。まず十字架と復活事件、そのあらましでございますが、ユダヤ教の指導者たちに憎まれたイエスはユダヤ人たちの裁判にかけられた後、ローマ総督のポンティ・ピラトに引き渡されました。指導者たちに煽られてイエスを殺せ殺せと叫ぶ群衆の怒りを恐れ、イエスの無実を知っていてなおピラトはついにユダヤ人たちにイエスを引き渡し、イエスは貼り付けに処せられました。イエスは十字架で息を引き取り墓に埋葬されましたが、3日目のまだ朝暗いうちに復活し、やがて何人かの弟子たちの前に現れました。幽霊が現れたのではなく、ちゃんと肉体を持った人として復活したことが、弟子たちと一緒にイエスがむしゃむしゃと焼き魚を食べたという事実を伝えることで福音は証ししています。この主の十字架の死と三日目の復活を紛れもなき事実として信じること、それが私たちクリスチャンの信仰の土台です。後にクリスチャンへの迫害が止んだ時、各地の教会の司教たちは一堂に会してその信仰をお互いに確かめ合いました。その結果出来上がったのがニケア・コンスタンチノープル信仰告白神経です。西暦325年のニケア公会議と308年のコンスタンチノープル公会議で決められた、確認された私たちキリスト教徒の信仰の根幹であります。そこではハリストスのことを我信ずと、ハリストスは我ら人々のため、また我らの救いのために天より下り、精神および道貞女マリアより身を取り人となり、我らのためにポンティ・ピラトの時十字架に釘打たれ、苦しみを受け葬られ、第三日に聖書にかなえて復活しと告白されています。ハリストスの十字架の死と復活が我ら人々のため、また我らの救いのためのものだったことが明確にここで言い表されています。弟子たちがイエスの死と復活をたとえ事実として体験したとしても、それを我らの救い福音として確信しなければ、彼らの伝統は伝道はまた教会はキリスト教はありえませんでした。皆さん、聖教会が礼拝で用いている福音書、私たちは福音系と言いますが、それはこのように金張りで美しく装飾されています。浮き彫りになっているのは復活のハリストスです。反対にその反対側の裏側には十字架のハリストスが浮き彫りにされています。復活の側が表で、普段は至聖所の宝座と呼ばれる祭壇に、そちらの側が上にされて安置されています。
また礼拝の中で回収に福音書が示される時も復活の側を人々に向けます。これは復活を正教会が大変重視し、十字架の役割は反対に軽視しているということではありません。この福音書の一つの福音書の裏と表に十字架と復活が浮き彫りにされているということ、それはすなわち十字架と復活は一つのことの裏表、すなわち一体であることを強調しているんです。十字架と復活が一体のものであるという理解は、初代教会では土曜の夜から日曜の朝までに受難と復活が一つながりに記憶され、賛美されていたことにも対応しています。ハリストスによる救いは十字架だけでも成り立たないし、復活だけでも成り立ちません。西方教会は十字架の福音、東方正教会は復活の福音とよく言われますが、少なくとも正教会に関して言えば、それは誤解を招く表現です。同じことが西方教会の側からも言われるかもしれません。西方にとっても十字架だけではなく復活も大切な福音の柱であるということを多くの教義学者や神学者たちは主張しています。いるはずです。しかし問いたいのは、多くの普通の教会のメッセージの中で、また普通の信者の信仰生活の中で、復活がどれくらいの重みを持っているのかということです。西方教会では礼拝の面では復活祭は降誕祭に比べて現在のところ圧倒的にウェイトが低いと私たちは思います。これは正教会の受難週から復活祭に向かっていく方針で、その圧倒的なボリュームを体験すればすぐに一発で納得できることです。ブルガコフというロシアの正教の神学者がこう言ってます。復活祭の夜は来たるべき世の命に包まれて歓喜と高揚に渦巻き、我々は新たなる喜び、喜びの中の喜び、夕暮れの扉を知らぬ歓喜に浸っていく。正教会の復活祭に一度でも参加したなら、この言葉に何の誇張もないということがお分かりになっていただけるでしょう。また反対に、西方教会で普通に読まれている入門的な信仰書をいくつか見ると分かるのですが、そこではひたすら十字架による罪の許しが強調され、復活についての言及は非常に少ない。言及されていても福音書がはっきりと伝えている体をもっての復活はなんとか別の意味合いに捉え直そうと世俗化した現代人の科学一辺倒な、そして心理学的に何事も捉えたい、そういう捉え方に迎合しようと知恵を絞っています。ローマカトリックの有名な神父さんは、あえて名前は申し上げませんが、こう書いています。復活は死んだ人が墓から今一度この三次元の世界へと生き返ってくる蘇生ということと、復活ということとは根本的に違います。これは正教も同意できます。この後が問題なんですよ。イエスが墓から出てきて弟子たちと一緒にこの三次元の世界を歩き回ったということではさらさらなくって、神の御手に永遠の命に復活した、蘇ったということなのです。なるほど、
確かにルカによる福音書などには復活したイエスが弟子たちの食事をしているところに現れ魚を一緒に食べられたというような記事が載せられています。一見したところではイエスが三次元のこの世界に生き返ってきたかのように読み取れる表現です。しかし宗教体験というのは深く人間の深層意識に根ざしています。したがってこの体験を普通の表象意識での言語で表現しようとすれば勢い象徴性を持たせざるを得なくなるわけです。イエスの体をもっての復活は弟子たちの霊的体験の象徴的表現だとおっしゃりたいんでしょう。この記述に対してはローマカトリックの中でも伝統的な教義の立場に立つ人たちには大変危険なものと見えるはずです。そうあってほしいです。しかし神父という立場の人が出版し咎められもせず堂々と普及し多くの人々がこのような心理学的精神分析学的解釈を受け入れているということの中にローマカトリック教会の現実における復活の軽視が現れていると言わざるを得ません。そこにあるのは十字架は客観的で現実的に起きた歴史的出来事であるが復活はイエスを捨て去って逃げ隠れていた罪の意識に怯え震えていた弟子たちの内面的な許され体験の古代的な象徴的表現だという考え方です。神秘を拒否した誰にでも飲み込みやすい合理的な見方です。さらにプロテスタントではその入門書の類にはほとんど十字架一色で復活という言葉はほとんど出てきません。一方、現代の聖教会で最も著名な聖教会の紹介者であるカリストス副主教はこう言っています。聖教はパウェルのもしハリストスが蘇らなかったとしたら私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しいという言葉を繰り返し宣言する。復活がペテンだったならどのようにしてクリスチャンであり続けられるだろうか。主の復活をハリストスの霊が残された弟子たちの間に何らかの形で宿ったことと説明してしまうのは不十分だ。まことの神よりのまことの神ではないものは、また主と復活によって死を征服しなかったものは、私たちの救いと希望ではありえない。聖教徒は、ハリストスの人間としての体が再びその人間としての魂に結合され空っぽの墓が残されたという意味での神聖なる死者よりの復活があったと信じるのである。えらい距離が生まれてしまいましたね。西方教会においてカトリック、プロテスタントを問わず、どうして復活が霞んでしまったのでしょうか。その理由の一つに、中世ヨーロッパのスコラ神学者の一人、アンセルムスがその主張、神はなぜ人となったかで展開した考え方、これは充足説とか満足説というふうに言われるのですが、それが、西方教会の神学、礼聖、礼拝生活を含めた全体にいろいろなバリエーションを持って浸透してしまったということが挙げられると思います。このアンセルムスの充足説のあらましを本当に荒っぽく述べると次のようになります。罪によって人は神の怒りを買った。この怒りは神の尊厳と神の正義が
充足、満足されることでなだめられなければならないということです。あるプロテスタントの神学者は充足説の要点を次のように説明しています。ジュスト・ボンザレスというメソジストの学者の記述、おっしゃったことです。犯罪の重さは犯罪の被害者の観点から測られる。それゆえ神に対する犯罪、罪の重さは無限である。しかし一方で人のみが人の犯した罪に対して、罪によって傷ついた者に満足、なだめを与えることができる。人の罪に傷ついた者が神なのであれば、これは人には明らかに不可能なことである。神の尊厳性が要求する無限大の満足を人は差し出し得ない。そこから私たち人に代わって神、人となった神、その受難と死によって全人類の罪へのなだめ、満足を差し出すものが必要となる。それがハリストスであり、その十字架形の意味であるというわけです。神に充足、満足を与える、なだめるためにハリストスは人でなければならなかった。神に対して負債を負っているのは人だから。同時にハリストスは神でなければならなかった。神に等しい存在、神と同等の存在、全く罪なきものでなければ神に対してなだめを与えることはできないからということです。西方教会はそれ以前はいくつかの十字架理解の中の一つでなかった、多様な十字架理解の中で一つでは、その一つでしかなかったこの見解を、唯一の聖書的救い理解、十字架理解として受け入れるようになっていきました。時代によってこの満足説にもいろいろなバリエーションが現れます。その違いは主に充足、満足されなければさせられなければならないのは何かということです。ある立場は神の怒りと言います。また神の正義の感覚という人もいます。さらに侮辱された神の屈辱などと言われることもあります。プロテスタントはカトリックの中から現れたこの見解をむしろカトリックよりも積極的に受け入れ、刑罰代償説というものに突き進んでいきました。正義のお方である神は罪を処罰せずに放任できない、罰さないではおられないわけです。正義のお方だから、正義はいつも勝つんですから、正義は悪を滅ぼすんですから、正義は悪いやつをとっちめて罰するんですから。人は自分の罪のために神の不可侵の刑罰を受けなければならない。神に対する罪はその大きさは無限である。当然無限に厳しい罰を受けなければならない。しかし神は正義のお方であると同時に無限の憐れみのお方である。その憐れみによって神は身代わりを用意した。その身代わり、神の子であるイエスは神として無限の本性を持ち、私たちの無限の罰を身代わりとして受けることができる唯一のお方であった。そのハリストスが刑罰を受けることで神の正義と憐れみは充足された。そして人は罰の怯えから解放された、すなわち救われたという主張です。皆さんお分かりになったでしょうか。この充足説に立てば人の救いは十字架で完結しているということになります。復活というのはせいぜい十字架の救いが神の救いの技であったことの証拠の提示である。
救いそのものは十字架によって完全に成し遂げられているのです。そこで完結しているんです。したがって当然にも復活の影は薄くなっていきます。神の怒りのなだめる、神の怒りをなだめるため、人間の罪への罰の身代わりになるため、そのために神の子は人となって生まれた。その祝いが最大の祭りとならざるを得ません。そう、クリスマスです。そしてそうなりました。イエスをただの愚かな宗教妄想者としてしか捉えなかった、イエスをハリストス救い主と信じなかった人々にとっては、復活は驚くべき神の救いの証でしたが、キリスト教が広く認められ、イエスが神の子であり救い主であることが常識となってしまえば、復活によるその証は特別に必要なくなってしまいます。むしろ一般の方々にとってはとても信じにくい奇跡である復活は、神話としてそっと覆いをかけて隠しておいた方が宣教的に得策となるのかもしれないですね。もう復活の出番は終わった。イエスが神の子であることは観客はもうみんな知っている。だからその証であった復活ということはあえてことあげする必要はないんだというわけです。このような西方的なキリスト教理解に馴染んだ精神にとって、実は日本人は正教会をほとんど知りませんから、普通の日本人のキリスト教理解にとって正教会の十字架と復活への理解は大変古代的で演劇的で横行で知的な洗練を経ていない子供っぽいものに感じられるかもしれません。正教の伝統は人間と神の関係を法定的な法律的な枠組み、時には商取引的枠組みの中で捉えることにはずっと違和感を感じ続けてきました。罪への神の法やその教える規範への違反とする見方を超える罪に対する見方というものを持っていたということです。正教会では罪というのは単に神に対する背き、神の定めた規範に違反したことということにとどまらないんです。正教会の体験と伝統の中で知られ宣言される神は、ローマの法律的伝統が提示する神とは何の関わりもありません。それはアンセルムスがその理論的必要から作り上げた神に過ぎません。正教会は神を人間に罰則とその苦しみを用意し、恐怖によって支配する報復的な存在として捉えたことはかつて一度もありません。正教会はと言いましたが、本来のキリスト教はとあえて言い換えても言い過ぎではないかもしれません。ないと思います。現代正教会の代表的神学者の一人、マイ・アンドルフ神父さんはこう言っています。東方では十字架は人間の罪への報復を要求する神の超越的な正義を充足させる義人への罰として見られることは決してない。
正教の代表的神学者ゲオルギー・フロロフスキーが的確に指摘しているように、十字架の死が効果を持ったのは無実の方の死としてではなく受肉した主の死としてであった。ポイントは法的な償いを満たすことにあったのではなく、人間性を奪い取ってその支配のもとに置き、罪と破滅の悪循環の中に入れてしまった死という恐るべき宇宙的現実を克服することにあった。神だけが死を克服することができる。贖いは何よりもまず義人であったのではなく死に対する勝利であった。死に対する勝利。正教会は40日間に及ぶ復活祭期にパスハのトロパリという聖歌をそれこそ何百回と歌います。ハリストス復活し、死をもって死を滅ぼし、墓にある者に命を賜える。死をもって死を滅ぼし、ハリストスはご自身の死によって人を支配し苦しめてきた死に勝利しました。神であるお方が人となり、人の死の定めを身に引き受け、ご自身の復活をその最初の実りとして人類全体にもたらしました。主の復活は私たち全体の、人間全体の復活へとのに道を開いた、その発音であったということです。この勝利者ハリストスという理解こそキリスト教の根本的な十字架と復活理解なのであります。勝利者ハリストスのイメージは外伝福音書ね、たくさん福音書というものが古代教会の中で出てきたんですけれども、怪しいものもその中にたくさんあります。その中の一つ、ニコデモ福音書に劇的に描かれています。これはペテロの第一の手紙で、こうして彼は獄に囚われている霊どものところへ行って述べ伝えることをされた。ペテロの第一の手紙3章9節です。そのことのより細密な描写です。クライマックスの部分を読んでみますね。死者たちが閉じ込められている黄泉の国に下ってきたハリストスに対して擬人化された黄泉はこう叫びます。我々の負けだ。これほどの権威と力を持つ者は一体誰であろう。低められておりながら高く、奴隷でありながら主人である。十字架に釘付けられ墓に入れられながら、今はもう自由になって我々の力を全て打ち砕いてしまった。あなたこそ十字架と死によって全世界を受け継ぐそのイエスであろう。栄光の王はその右手を上げて始祖アダムをつかみ持ち上げたものだ。そして仰せられた。このアダムがかつて天国で知恵の木に触れることによって人間が死ぬ運命に定められたのだが、その結果死んだ何時ら皆後についてくるがよい。今や十字架の木によって何時らを皆よみがえらせるだろう。正教会が復活祭のイコンとして伝統的にずっと書き続けているハリストスの読み下りのイコン、それがこの出来事をまさにズバリその通りに写していることにお気づきになりましたでしょうか。また正教信徒の皆さんには同じイメージが復活祭の方針で礼拝にあふれていることがお分かりになったでしょうか。深夜の闇の中をろうそくの小さな光を手に持って聖堂を回り、扉の前でおもむろに復活を宣言し、やがてぐいと開かれた扉から高校とろうそくやシャンデリアで輝く堂内にハリストス復活し、死をもって死を滅ぼし、墓にある者に命を賜えると
怒涛のように繰り返し歌いながらまさに突入していく。人々が手に持ったろうそくのたくさんの光がこのよみがえりの空間をさらに明るく満たしていきます。その怒涛はついにこの礼拝の最後の最後までとどまることはありません。聖教徒の心にはハリストスが死からよみがえったこと、ハリストスの死が実は命への準備であったこと、そして私たちはもう死に支配されていない、死は命への入り口に変えられたことの喜びがあふれるばかりです。充足説、刑罰説、そんな頭でっかちな理屈は吹き飛んでしまいます。ハリストスの十字架の死と復活は本当に西方教会の方たちもおっしゃるように、かつて全教会が一緒に宣言したように、私たちの救いです。神経はニケア・コンスタンチノープル神経は、主は我らの救いのために十字架に釘打たれ、苦しみを受け葬られ、第三日に復活したと告白しています。これは全教会、古今東西を問わず、クリスチャンの信仰の核心です。しかし神経は、ハリストスが十字架に釘打たれ、苦しみを受け葬られて、神の怒りをなだめた、私たちの代わりに、身代わりになって十字架にかかられたとは告白しません。それがどのように私たちの救いであるかについては、古代教会はそのどのようにかということはあえて問わなかったんです。いろいろな見解はあっても、その中の一つを教会が教義として確定することはありませんでした。だから聖教会も勝利者キリストというその考え方を自分たちの教義としては宣言していないんです。刑罰代償説が間違っていると、なだめ説も間違っていると、そういうことを教義として教会の公式的な見解として述べることはありませんでした。これらは皆神学者たちの、私たちが共有している意見として神学者たちが述べていることにとどまります。それだけはちょっと念のために申し上げておきましょう。十字架と復活が私たちの救いであり、神との和解であり、交わりの回復であること、そのことに理屈は不要です。いや、むしろ聖教会のメンタリティの中では、今も理屈であってはなりません。神の偉大な神秘として、そのよみがえりを果てしない神との交わりの深まりとして、神の栄光への果てしない高まりとして、私たち自身が生きていけばよいだけです。現代人に少しおもねった言い方をすれば、人の本来の在り方へと癒され続けていけばいい。いや、そのこのハリストスが人となったことから、この復活までさらに昇天し、やがてペンテコステの日に聖霊を受け、そして私たちクリスチャン一人一人が歩み出して神の国の到来を待ちわび、日々教会に集い祈らせていただいている、このプロセス全体を捉えて私たちは救いと呼ぶんです。このような勝利者ハリストスのイメージは、実は西方教会にも生きていたんです。6世紀の西方ラテン教会のベナンティウス・フォルツナトスの有名な聖歌はそれを私たちに実証しています。こんな聖歌です。我が舌よ歌え、光栄なる戦いを、歌えよ
戦いの終結を今や我らの戦利品たる十字架の上から高らかに勝利の宣教が伝えられる。世界をあがなう者ハリストスが御身を生贄としていかに勝利したかを告げよ。いかがですか。しかし西ヨーロッパにおいてまさに充足説が生まれた中世以来有名になった聖歌、十字架のイエスを見守る母マリアの嘆きを歌ったスタバトマーテル、これは私たち聖教徒に大変な違和感を与えます。そこで歌われていることは、あの有名なグリューネバルトのダッケーズが私たちに告げていることと重なり合います。人々の罪のため激しい苦痛の中でその生贄が生気を失っていくのを彼女は見ていた。苦しみの中で血を流し死んでいくのを見ていた。油つけられた主が取り去られ彼女の子が死の中に見捨てられるのを見ていた。そして彼が最後の息とともに叫ぶのを聞いた。グリューネヴァルトのダッケーズもまたこのスタバトマーテルの詩も素晴らしいですね。でもキリスト教が一致して高らかに宣言したこととは違うんです。このスタバトマーテル全体で60行もある聖歌の中で復活という単語はたったの一度も出てこないんです。神の怒りがハリストスの十字架の苦痛と死によってなだめられること、充足されること、神への罪の罰が私たちの身代わりとなったハリストスの十字架の苦痛と死によって償われること、それが一切救いの一切だからです。彼らにとって。もう一度先ほど紹介したマイアンドルフ神父の言葉を振り返ってみましょう。ここに多少神学的に、しかしそれでも控えめに、どのようにして十字架と復活が私たちの救いなのか、聖教会の捉え方が示唆されています。東方では十字架は人間の罪への報復を要求する超越的な正義を充足させる義人への罰として見られることは決してない。ゲオルギー・フロロスキーが的確に指摘しているように、十字架の死が効果を持ったのは無実の方の死としてではなく、受肉した主の死としてであった。無実の方の死として十字架の死が効果を持つというのは西方的な法律論的理解です。無実であるのに、罪がないのになぜ刑罰を受けなければならなかった、これを精密な理論にして追求していったんです。一方聖教は十字架の死は受肉した主の死として私たちに救いをもたらすと理解します。ハリストスは神であるのに人となりました。私たち人であることを分かち合ってくださったんです。主は人の負わなければならない一切を死に至るまで分かち合いました。しかも犯罪者が受けるべき十字架刑の死に至るまで分かち合いました。パウェルが次のように言う通りです。ハリストスは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形をとり人間の姿となられた。そのありさまは人と異ならず、
己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。フィリピ書の2章6節からです。パウエルはまたこうも言っています。聖教会で洗礼の時に読まれる箇所です。ハリストス・イーススに預かる洗礼、ハリストスを分かち合う洗礼ということですね。これを受けた私たちは彼の死に預かる洗礼を受けたのである。すなわち私たちはその死に預かる洗礼によって彼と共に葬られたのである。それはハリストスが死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちの古き人はハリストスと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。もし私たちがハリストスと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。ローマ人への手紙6章3節からです。ハリストスの死がもし私たちへの身代わりの死であるのならば、その身代わりはなんと軽いものでしょう。不敬虔なことをおっしゃると思われるかもしれません。しかしハリストスが十字架で感じた味わった苦しさを、はるかにしのぐ苦しみと不条理を生きなければならない、またその死を苦痛とともに死ななければならない無数の人々がいたし、いるし、これからも居続けます。ハリストスの受難と死は神による人間の苦しみと死の分かち合いだったんです。ハリストスは私たちの代わりに苦しみ死んでくださったというのではなくて、私たちと共に苦しみ死んでくださった。それは私たちがハリストスご自身の復活をも共にすることができるようになるためです。ハリストスがパウエルの言葉に借りれば、私たちのうちの古き人はハリストスと共に十字架につけられた。これはハリストスは私たちと共に十字架につけられた、一緒に十字架にかかったということでしょう。ハリストスに分かち取られた人間の苦しみと死は、ハリストスの復活によって私たちのよみがえりへの入り口へと、よみがえりへの道へと、命の勝利へと変えられたんです。私たちのうちの古き人はハリストスと共に十字架につけられた。これはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。その復活は同時に以前と同じ状態への復帰ではありません。新しい人への生まれ変わり、再生、新生です。ハリストスは古き人間性を担って十字架にかかり、その古き人間性を解体しました。それは復活によって新しい人間性をお建てになるためです。古いものが残っているところに新しい建物は、新しいものは建てられませんもんね。そしてその新しい人間性を身に帯びたハリストスのお体を、その恩知を日々の糧として分かち合うことで、私たちはその新しさに育てられていくことができるんです。まさに聖体礼儀、ユーカリスト、ご聖体をいただく生活、その恵みの本質がここにあるんです。そしてこの分かち合いはダイナミックなプロセスです。よみがえってある状態に達してめでたく完了ということではありません。聖使徒パウエルはこう言っています。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。
それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。ここではハリストスが人となられたのは人間性を私たちと分かち合い、そう、貧しくなる、私たち自身がハリストスを分かち合えるようになる、富むものになるためだと言われています。また聖使徒ペトロは私たち人間がハリストスを分かち合うことを神の性質に預かるものとなる、そう表現しています。ヨハネの福音書にも至るところにこの分かち合いのイメージを見ることができます。神人としてのハリストスは天と地の架け橋として示されます。ヨハネ福音書1章51節、またハリストスはブドウの木であり、私たちはブドウの枝です。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。ヨハネ福音書15章4節、ハリストスと神父が互いのうちにあるように、私たちもハリストスのうちに生き、ハリストスも私たちのうちに生きます。ヨハネ福音書17章21節から23節、このように救われるということは神との分かち合い、神との交わりに入っていくこと、そして彼に、ハリストスに似るものとなる。ヨハネ第一福音公書の3章2節です、ことです。このプロセスに終わりはありません。限りなく交わり、分かち合いは深められ、神に似るものへと果てしなく栄光から栄光へと高められていくのです。この永遠に完成することのないプロセスが私たちの救いなんです。古代の聖師父たちはこのイメージをさらに展開しました。聖エイレナイオス3世紀の主教さんですが、彼はその無限の愛により、彼は私たちと同じものになられた、それは私たちを彼と同じものにするためであるとはっきりと言っています。また聖大アファナシ4世紀の偉大な聖師父ですが、彼は同じ真理をもっと大胆不敵に述べました。彼は私たちが神となるために人となった。聖教会はこれらの考えを大胆にも人間の真がテオシスと呼び続けて守ってまいりました。最後にカッパドキアの三大師父の一人、ナジアンザスのグレゴリーの復活祭の説教を読み上げます。ハリストスによる、人のハリストスとの分かち合いによる救いを美しく歌った詩と言えましょう。昨日私は彼と共に十字架に釘付けられた、今日私は彼と共に光栄を受ける、昨日私は彼と共に死んだ、今日私は彼と共に生きるものとされる、昨日私は彼と共に葬られた、今日私は彼と共によみがえる。私たちのために苦しみを受けよみがえられたお方に、私たちの持っているものの中から神にとって最も貴重なもの、そして最も神にふさわしいもの、そう私たち自身を捧げよう。私たちがハリストスが私たちのようになられたのだから、私たちがハリストスのようになろう。私たちのためにハリストスは人となったのだから、私たちも彼のために神のごときものとなろう。私たちにより良いものを与えるために、彼はより悪いものを身に取られた。私たちを豊かなものにするために、彼はご自身のへりくだりによって貧しくなられた。私たちが再び自由を勝ち取るために、彼はしもべの形をお受けになった。私たちが引き上げられるために、彼は下ってこられた。彼によって私たちが誘惑を克服できるように、彼は試みられた。私たちを光栄あるものとするため、
彼は不名誉を受けられた。私たちを救い出すために彼は死なれた。太宰によって打ち倒された私たちをご自身に引き寄せるために彼は昇られた。私たちのためにご自身を贖い主、和解の捧げ物としてお与えになった方に全てを与え、全てを捧げよう。肉体を取られた神、私たちを生かすために死なれた神が私たちには不可欠だったのだ。私たちは清められるために彼と共に死に渡された。彼と共に死んだのだから彼と共によみがえらされた。彼と共によみがえったのだから彼と共に光栄を受けた。主の御血の滴りが全被造物を再創造したのだ。ありがとうございます。次回は4月24日です。今回は番外でしたが、次回は10回をテーマとしてお話しいたします。